今日はシークワーサーを山に、狩るお手伝いに同行させていただきました。これからシークワーサーを買ってみたいと思います。こんな枝切ってみます。枝から、切った方が来年また新しい芽だと、あ、そうなんだ、枝切った方が新しい新芽が出ていいんですね。私、あ、これ借りていい？いいよ。あ、こんな感じで？のこもあるよ、のこ。のこ？これじゃダメ？捨ててもいいけど。それでは一個一個しか食べない。一個一個？それでのこの方が。なんで？この猫から切れるからいい。これか。この猫から本当は切れる。はい。それから、お前に巻かいて切るとって切るでしょ。はい。どこから切りますか。こっちから切ってる。ここから、うん、ここから切っていいの、うん、え、いいの本当に。いいよ。バイクのやつに、バイクのやつに使い方が切れてるよ、切れてるよ、いっぱいなってて枝は、来年また火をつけるのは引いた方が残っているのは切れる。上に向こうに行くときはただこすっていくだけ。それが切れてる。これだけでも一苦労なんだけど。そんな簡単よ。電車はあんたなんか来てるの見たらイライラする。はい、ばあちゃんやってみようか。私がやってるとイライラする。うん。ちょっといっぱいなってくれたら見てる。あ、これこれだ、これ。あ、すごいいい匂いする。おお。背が高い違うんだ。でもね。どっから降りる？私も
おりてそうなとこが自分でしたんです。いっぱい取れました。取れたっていうか、できたっていうか、ね、すごいね。急な崖を下るんですよ。びっくりするから。今その崖を崖のやばさ、ちょっと下ってみたいと思いますね。カメラ持って下れるかな。うわっ、てかもう焦げた。こういうのにちょっとロープ側に取る手をかけながらしないと。これ高いから引っ張れないよ。待ってくださいね。はい。ちょ、待ってよ。待って。はい。え、どれ？いいの枝。この枝。これ。こんな枝。枝。あるでしょ？うん、うん、引っ張って。おっと、おっと。おっと。おるけどさ、そこから危なかった。いやいや、大丈夫。まだ半分ぐらいしか降りてないよ。うん、うん、こっちに。これ、切った方が早いじゃん。こっちに。おっ。行こうね、おっ。おっ。おっ。おっだけでいい。
何やらんと。何？目向いたら、目に入る。あ、すごいの。ちゃんと切っておき。あ、これ？ハサミで切っておき。これを？うん。切り上がって。切り上がってから？うん。ここでやったらダメ？いいことは言ってた。ハサミじゃない。ある。ハサミある。うん。収穫なんていうの、木をおばあちゃんが切ってくれたやつを切ってます。一個一個このシークワーサーの実だけ取って入れている状況です。いや、おばあちゃんね、すごい超元気で、私がノコギリやったら、ノコギリで、ノコギリもあるから、ノコギリで切りなさいって言われて、で、ノコギリの切る作業をしたら、慣れてないから、イライラするって言って、ノコギリを取り上げられました。ウケる。だってそんな切ったことないし。ねえ。いや、でも楽しい。すごい楽しいです。なんかこういうイベントあったらいいのになって思った。なんかみかん狩り体験、シークワーサー狩り体験みたいな。シークワーサーはね、皆さんご存知の方も多いと思うんですけど、沖縄ではとっても有名なね、柑橘類として、もう、うちなんちはシークワーサーでできてるぐらいなね、勢いですけど、徳之島では、シークワーサーのことをシークニンって言うそうです。